2018年アジアを2度制したなでしこジャパン、7ヶ月ぶりの国内凱旋試合、舞台は鳥取バードスタジアム。全ての思いを背負いピッチに立つ11人は一体誰だ。 11.11 未来を占うなでしこ年内ラストマッチ、もう一度あの場所にたどり着くための戦い。